田口正則は、茨城県北相馬郡藤城町出身の元プロ、野球選手、コーチ。藤城市水高等学校から、駒沢大学へ進学。東都大学リーグ通算49試合出場、130、打数37安打、打率、285、8本塁打、26打点、ベストナイン2度受賞。1992年度ドラフト会議にて、 日本ハムファイターズから4位指名を受け、入団。駒沢大学では中日ドラゴンズに入団した鶴田康氏とは同期で、学生時代はよくバッテリーを組んでいた。3年目の1995年シーズンには、監督に就任した上田理事からリード面を評価され、抜擢、次第に試合数を伸ばした。95年オフに、それまで不動の正捕手だった。 田村藤夫が千葉ロッテマリーンズへ移籍したため、1996年シーズンには、聖保守として101試合に出場するなど、チーム2位の躍進に貢献する。しかし、それまで課題だった打撃と盗塁阻止率が向上しなかったため、1998年シーズンには、ヤクルトスワローズから移籍してきた、野口スヒロが対頭すると、次第に控えに回ることが多くなった。 2002年シーズン途中、林交際との交換トレードで、福岡大栄ホークスへ移籍。正捕手の城島健二が怪我で、戦線離脱した時とあてに五輪などで同じく城島が抜ける際には、捕手として活躍。また、明るい性格で、ベンチに控えていることも多いため、同じくベンチに回ることも多くなった鳥越祐介と共に、チームのムードメーカーとなり、 地元のテレビ番組にもそのキャラクターを活かして数多く出演した。キャラクター顔つき喋り方などがかつてのプロ野球界爆笑男であるギャオス内藤とそっくりである。一軍星としては城島の存在感もあって酷評されることも少なくなかったが憎んでマスクを被った際には若手投手への高難自在な指示を行うことから若手投手の育成に貢献し、 2005年シーズン限りで現役を引退。2006年からはチームスタッフに就任し2009年から2010年までは2軍バッテリーコーチを務め、2011年からはスカウトに就任し、2014年11月10日に2015年シーズンからは東北楽天オールデンイーグルスの1軍バッテリーコーチに就任することが発表された。2015年シーズン限りで退団。 2016年シーズンからは埼玉西武ライオンズの一軍バッテリーコーチに就任。2016年10月1日に対談の申し入れを資料賞された。2017年シーズンは千葉ロッテマリーンズの一軍バッテリーコーチに就任。同年10月11日に翌年のコーチ契約を行わないことを通告された。2019年6月に 西南学院大学野球部バッテリーコーチに就任。2020年4月からは、岡山県にある関太平洋大学公式野球部ヘッドコーチに就任。ありがとうございます。